皆様こんにちは、お酒の塾長です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯358杯目になります。今回もジャパニーズウイスキー北陸のウイスキー蒸留所、前回の銘柄のプレミアムバージョンの登場です。早速いただいていきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、ジャパニーズ、銘柄サンシャインウイスキープレミアム、原産国日本、富山県砺波、製造者若鶴酒造、蒸留所サブロマル蒸留所、アルコール分 40% になります。金額は2530円で購入をさせていただきました。北陸のウイスキー蒸留所若鶴酒造のサブロマル蒸留所が手掛けるブレンデッドウイスキー、そのプレミアムバージョンです。64年目の進化サンシャインプレミアムは、半世紀ぶりにブレンドを見直し、モルトグレーンのブレンデッドウイスキーとして誕生しました。で、モルトのね、割合も多いっていうことみたいですね。楽しみですね。若鶴酒造は日本酒、清酒を扱う酒蔵で、創業は江戸時代後期の1862年、設立は1918年の老舗になりまして、1952年にはですね、若鶴酒造はウイスキー製造免許を取得というね、歴史があるんですね。で、遡ることその3年前にはですね、すでに焼酎の免許を取得っていうことでしたので、蒸留機の扱いがね、慣れていたっていうね、背景もあると思われますね。すごいなと思うのはですね、1954年にはですね、連続式蒸留機のアロスパス式蒸留機を導入したっていうね、ことでして、で、このね、アロスパス式蒸留機っていうのはですね、当時日本で5つの会社しか所有してなかったっていうね、そういう代物みたいですね。単式蒸留機に比べてですね、ものすごいね、連続式蒸留機っていうのは大規模なね、設備で、ビルのどうなんでしょうね、だいたい5階から10階分ぐらい、10階は言い過ぎかな、それぐらいのね、大きい設備なんですね。それをすでにね、導入してたっていうね、そういう日本酒以外にもですね、蒸留酒に対する造形が深かったっていう風に思われますよね。で、ポットスチルの単式蒸留機はですね、最初はね、ステンレス製だったようですけど、途中から銅に、なったということで、まあ、銅にすることによってですね、様々な触媒の効果によってですね、原酒に対してですね、いい効果があるっていう風に言われますよね。そしてすごいなと思うのは、今年2019年ですね、こちらのポットスチルはですね、世界初の鋳造製の、ポットスチルが誕生したっていうことでして、地元の伝統産業である高岡銅器で製造されたということで、世界初鋳造製ポットスチルを導入したっていうことなんですね。すごいですよねこれね。このポットスチルっていうのはですね、高岡銅器の盆床、いわゆる金ですねの、技術から生まれた全く新しいポットスチルということで、サブロマル蒸留所と、盆床作りの、匠である老子製作所さんによってですね、開発されたっていうね、そのような、オンリーワンのポットスチルなんですね。サブロマル蒸留所のある砺波市のお隣の、富山県高岡市にはですね、加賀藩から続く400年もの銅器製造の歴史があると。現在でも日本の銅器の、約 90% が生産されているっていうね、ものすごい伝統工芸ですね。その高い技術は文化財の補修などにも生かされっていうことで、このポットスチルを、新しく作られた老子製作所さんっていうのはですね、日本のお寺の鐘、盆床のトップシェアを誇ってるっていうね、そういうメーカーみたいですね。で、従来のポットスチルっていうのはですね、純銅の板金を一つ一つ曲げてですね、溶接したり絞ったりする加工があり、
制作には大きな労力と、長時間かかってしまうっていうことで、でまたね、曲げられる銅板の厚みにも限界があってですね、耐久年数も限られてたものっていうことだったみたいですけど、今回のこのね、新しい鋳造型ポットスチルということですと、鋳物工法によってですね、型による成形が可能になって、短期間での製造が可能になるっていうね、特徴があったり、さらに、ローコストで十分な肉厚を持たせることができて、耐久年数が長くなることも期待できるっていうね、ことがあるみたいですね。そして鋳造によってですね、自由な形を作ることによって様々な種質を実現することができる。さらにですね、パーツごとのユニット化による消耗した部品のみをですね、交換または機能の拡張にも対応できるっていうね、様々なメリットがあるみたいですね。で、面白いなと思うのはですね、こちらの新しいポットスチルはですね、銅が約 90%、 そしてですね、錫が約 8% 含まれる、銅と錫の合金によって作られてるってことなんですね。で、錫っていうのはですね、銅の約3倍の価格という高級な金属らしくてですね、古来よりね、酒の味をまろやかにするというふうに言われておってですね、酒器とか焼酎の冷却器に用いられてきたっていうことみたいですね。で、このね、新しいポットスチルによってですね、銅と錫の2つの効果により、高品質で面白い蒸留酒が生まれるんではないか、というね、そういう、いやー面白いですね。この地元の伝統工芸、プラス、ポットスチルが合わさった原酒っていうのはどんなになるか、今後ね、このサブロマル蒸留所のウイスキーっていうのは本当に楽しみですよね。では、オープンしていきましょう。はい、このような感じですね。プレミアムウイスキーサンシャイン1953設立って書いてますね。いいですね。サンシャインウイスキープレミアム出ましたね。ノンチルフィルタード&ノンカラード、うん、冷却うろかなし、着色もなしですよ、カラメル着色なしですよっていう風にね、記載されてますよね。そして例のごとく面白いのがこちらですね。おすすめの飲み方、ストレートロック水割りが丸でハイボールが二重丸というね、前情報です。さあ、どのような酒質になるかオープンしていきましょう。スクリューカップですね。はい、来ました。失礼いたします。お、いいですね。ストレートをいただいていきましょう。そうですね、美しくてですね、淡いイエローがかったゴールドという感じですね。で、冴えがあって輝きがありますね。どちらかというと淡いウイスキーの部類になるっていうね、そういうことが言えますね。ストレートの香りを取っていきましょう。そうですね、心地よい甘いね、麦汁、麦ジュースと、あとはですね、適度なアルコール感、さらにね、どことなく懐かしいような焚き火、それも煙の匂いがものすごいっていうことじゃなくて、柔らかくて優しいような焚き火の、火が消えた煙の匂いっていうんですかね、焼き肌の煙の匂い、なんだろう、燻製香、穏やかでなだやかな燻製香が混然一体とね、混ざってるっていう感じでですね、非常に、面白いと言いますか、落ち着くような、そのような香りですね。そうですね、どことなく、なんだろう、かつお節のようなね、そのようないぶしたものっていうんですかね、そういうものも、密かに感じる、よだれが出てきそうな香りでしたね。ストレートを口に含んでいきましょう。まろやかな控えめな甘みが来るんですけど、慣れた洗練された苦味ですね。で、コクが豊かですわ。ガツーンときますが、なんだろう、優しさが、増幅されたガツンっていう感じで、口の中がですね、さっぱりしてですね、ほのかに懐かしい煙のような
そのような訓言香がふわってきますね。コクがありますね。存在感がある、頼りがいのあるような、そのようなね、味わいですね。そしてお腹の中が、徐々に温まってくる、アルコールによってですね、また飲みたくなるような脂質ですね。あ、非常に納得できますね。うん、やっぱりですね、喉の奥のね、余韻、コク、そのようなものに訴えかけるような優しいパワーがある、そのような、上品な、飲み口ですね。いや、これはこれで非常にね、私納得できるし、美味しいなっていうふうに思います。続いて加水を楽しんでいきましょう。前回のね、サンシャインウイスキーも美味しかったけど、今回もいい味出てますよね。加水をいただいていきます。香りを取りましょう。うん、今度はですね、どっちかというとストレートの時にあった、麦ジュース、麦、穀物、蒸した野菜のような、そのようなね、香りがですね、コンセントレート、集約されたような香りになりましたね。で、それの、アシストとしてですね、懐かしい鰹節のような、焚き火のような、そういう訓言香が、後からついてくると。で、どことなくお花とかね、フラワーガーデンを思わすようなシャボンのようなね、華やかなパフューミーな香りもヒュッてしますよね。いいですね、面白いですね、こういう香りもね。うん、最後はそんなね、華やかな感じがどんどんしてくるような、そういう面白い香りです。加水を口に含んでいきましょう。うん、さっぱりするって飲めますね。アルコール感、喉の奥に先ほど出たストレートのコクがあって豊かなアルコール感、パワー感、優しい豊かなアルコール感、それはね、当然なんか抑えられてますね。なるほど、地元のウイスキーということで、地元の方がたくさん召し上がる要素がありますね、これね。いわゆる飲み飽きない、スルスル飲んでしまう、もう一杯飲みたくなる、そのような、感じがですね、ひしひしと伝わりますね。いいですね、この、加水、非常にね、何杯でも飲める、そのような脂質になりましたね。そしてつまみも欲しくなるような、そんな、いい感じの脂質ですね。続いてロックを楽しんでいきましょう。失礼いたします。淡い色っていうのもやっぱりいいね、美しいね、本当にね。失礼いたします。ロックをいただきます。いかがでしょうか。なんかゴージャスな雰囲気があっていいですよね、美しい。いただきます。うん、そうですね、ストレートの時に感じた、優しくて豊かなコクがもっと豊かになった感じですね。なんだろう、魅惑的な、豊かな優しいコク、マイルドなコク、しかし存在感十分、ずっとですね、余韻に残ってきますよね。甘みとかね、その辺は控えめなんですけど、いい意味苦味とリンクするような存在感ある、懐かしい優しいコクにですね、魅了される、そんなロックですよね。なんだろう、うまく言われへんけど、魚介類とかね、そういう肝とかね、そんなものと食べながら、つまみながら飲むと最高かもしれないよね。あ、そうか、先ほどの鰹節のような訓言香も混ざってね、焼き魚とか絶対そうやね、これね。あー、面白いね、これなんぼでも飲めるような感じですね。なんていうんやろね、旨味を彷彿させるような、で、麦芽のチョコレート、コーヒー、うん、いぶした感じのですね、そういうロースト感が密かにね、出てきてですね、非常に納得できる、面白いですね。あー、なんかあれですね、何度も言いますけど、焚き火、焼き畑、そのような懐かしい訓言香とともにですね、スル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 飲めてしまう、そ
そのようなロックだというふうに認識しました。では最後にソーダ割りを楽しんでいきましょう。前情報では20丸というねご評価があったソーダ割りですが、いざ飲んでみたら私の思考としてはいかがかというのを試していきましょうね。はい、ソーダオープンです。3対1ぐらいでしょうか。シュワーっていうのがやっぱりなんて言うんだろうね、もうたまらないですよ本当にね。サンシャインウイスキープレミアムのソーダ割りいただいていきましょう。なんかウイスキーとは思われへんようなね、そういうなんかスパークリングワインみたいな感じのね、あとカクテルのような、そんな外観しますね。香りはどうでしょうか。うん、麦の飴、麦ジュース、麦芽、それとですね、シャボンのような華やかな香りですね。そのような、あとお花、そういう雰囲気がある香りでして、飲み口はどうでしょうか。失礼いたします。なるほど、すっきり爽快爽やか、どんどん飲めてしまいます。で、いい意味フラットな感じですね。そして、心地よい苦味があるというイメージでしょうか。まあいわゆる食中酒、ご飯と一緒に何杯でも飲めるような感じですね。飲み飽きない、申し分のないようなね、そういうソーダ割りです。素敵なウイスキーですね。この前のサンシャインウイスキー、そしてそのプレミアム、両方ね、非常にね、納得できてですね、面白くてですね、日本のウイスキーっていうのも様々なバリエーションがあるんだなっていうことを教えてくれた、一品になりました。ありがとうございます。美味しくいただくことができました。では今夜は北陸のウイスキー蒸留所が作るサンシャインウイスキープレミアムで乾杯。